新発売の Google Pixel 9 Pro XL 大きいスマホが好きで、 Google の AI 技術と Pixel のカメラ性能が好き、興味があるという方には間違いなくおすすめです。では、スマホとしての使いやすさ、使い勝手はどうでしょうか、検証します。はい、ズキです。 Google の新しいフラッグシップスマートフォン Pixel 9 シリーズがついに発売されました。その特徴やモデルごとの違いについてはこちらの動画でお伝えしていますので、合わせてご視聴いただければと思いますが、その中から本日は最上位モデルと言っていいでしょう、 Pixel 9 Pro XL を Google さんに送っていただきましたので、全モデル Pixel 8 Pro と比較しつつ、どんなスマートフォンに仕上がっているのかチェックしていきたいと思います。それではまず Pixel 9 Pro XL の価格を見ていくと、 OM 版、つまり Google オンラインショップ直販での取り扱いとともに、各通信キャリア、ドコモ、au、ソフトバンクが取り扱いしています。最安は直販の OM 版で、カッコ内の価格は期間限定のストアクレジットを割り引いた実質価格になります。ドコモはストレージ 256GB モデルのみの取り扱い、 au はストレージ 128GB と 512GB はオンラインストアのみの取り扱いになります。各キャリアのカッコ内の価格は、端末を2年間で返却した場合の実質負担額で、ここの比較では au が一番割安になっていますが、ソフトバンクでは1年間で返却する新得するサポートプレミアムも利用できます。端末を2年間使わなくても返却できるメリット、機種変できるメリットがあるので、スマホをちょくちょく買い替える人に向いていますが、実質負担額のほか早得オプション利用料約2万円と安心保証パックサービス利用料の負担が必須となりますので、ご注意ください。また au では機種変更でも3万3000円引きとなるキャンペーンを実施していますが、適用条件が厳しめですので、こちらもご注意ください。気になる方は動画説明欄リンクより公式ホームページにてご確認ください。端末価格を比較すると、やはり一番お安く買うなら Google オンラインショップ直販で、2年間の費用をなるべく抑えたいなら au が良いかと思います。ドコモはその他の端末を扱うついでといった感じでしょうか。ちなみに全モデル Pixel 8 Pro の発売時直販価格は、 128GB モデルが 159,900円、 256GB モデルが 169,900円、 512GB モデルが 189,900円でしたので、 128GB モデルで 18,000円、 256GB モデル、 512GB モデルで 23,000円の価格アップということになります。と、価格をチェックしたところで実機を見ていきます。Google Pixel 9 コレクションとあります。パカ、今回もいろいろ入っていて、まずは Pixel 9 Pro XL 本体、こちらはシュピゲンさんのティンフィットケース、そしてその下がなかなか仰々しいですが、 Google ストア Pixel 9 Pro シリーズの初期デザインとハードウェア機能を描いたオリジナルスケッチとのことです。はい、ご利用ガイドも入っていて、こんな感じで広げて飾るようです。 Google が作った AI スマホでもっと楽しく、パッケージは、はい、さらに薄くなりました。全体的にちょっとかっこいい仕上がりになっています。ペリ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 、よっ、ニューデザインが出てきました。では Google Pixel 9 Pro XL 買い、ふう、来ました。やはりカメラ部分かなり目立ちます。本体の下にはスイッチングアダプターがなくなり、ケーブルのみになりました。上箱に説明書関連と SIM ピンが収まっていました。フェリカの位置の説明、包装紙にはボタンや各ポート類が記載されています。ペリペリを剥がして、はい、来ました。やはり結構ずっしりきますね。カラーはヘイゼルを送っていただきました。特徴的なカメラデザインとツルツルテカテカな側面です。8 Pro のカーブがかった背面からよりフラットな背面に変更されています。そしてカメラバー、カメラデザインの変更とともに、四隅がより丸みがかったデザインに変更されています。持った感じ Pixel 9 Pro XL の方が重い感じがするんですが、重量は
どちらも 223g でした。 XL と命名されていますが、このように実質的には全モデル、プロモデルと同じ位置づけになります。側面ボタン類をチェックすると、ボリュームキー、電源ボタンという配置は変わらず、 Pixel 8 Pro より少し上めに位置しています。この状態からパッと持った時、ボリュームキーの下に親指が来る印象です。上部にマイク穴、正面、左側面には何もなく、 SIM トレイは底面右下に移動しています。 SIM トレイ、マイク穴、 USB Type-C ポート、スピーカーです。 SIM トレイを取り出してみます。トレイはナノ SIM1 枚のみで、別途 eSIM とのデュアル SIM 構築が可能です。マイクロ SD カードスロットはありません。対応する通信帯域は表記の通りで全モデル共通、ドコモ 5G N79 やバンド21にも対応しています。なおミリ波には非対応です。ディスプレイはよりフラットになりました。では電源オン。初期設定やってきます。まずは言語設定、 Google サービスの確認、ピンを設定、画面ロックの方法は3種類です。指紋認証をセットアップ、本モデルから超音波センサーに変更されています。登録は引き続き割としっかりめといった印象です。顔認証の設定、安心のサポート設定完了。ディスプレイ起動すでに8割ぐらいになっています。最大にすると少し壁紙が暗い印象ですが、輝度が向上し、より明るく鮮やかになっています。ストレージは 256GB 中 13GB 使用中、システムがそのほとんどを占めています。余計なアプリは入っていません。なお、ネットにつなげてアカウント登録したところ、このようなストレージ状況、インストールアプリになりました。フェリカのアプリなどがインストールされています。スムーズディスプレイ、ハイリフレッシュレートはデフォルトでオンになっていました。ディスプレイ解像度は2段階で変更可能です。一番変わったと言ってもいい指紋認証については、はい、保護フィルムをまだ貼っていないというのもありますが、かなり好感度爆速になっています。ちなみに8 Pro では保護ガラスを貼っているというのもありますが、失敗率はかなり高く、指紋認証でイライラすることもありました。では UI について図記的15項目をチェックします。ドン。今見た通り指紋認証は爆速になりましたが、スクリーンオフからの指紋認証は引き続き不可など、他のスマートフォンにできることができないということが多い印象です。スナップショットについても引き続き消せないので、もう少し自由度が高いと良いかなと感じます。なおアップデート状況はどちらも撮影日現在最新のものです。Pixel 8 Pro と 9 Pro XL で本体サイズを比較するとほとんど変わっていませんが、 XL の方がやや大きくなっているのと、デザイン的に XL の方が厚みがあるように見えますが、実際はやや薄くなっています。本体サイズが大きくなっている分、ディスプレイサイズもやや XL が大きくなっていますが、解像度等は変わらず、一番の違いはディスプレイ輝度の違いだと思います。ベゼルについては XL がやや細くなっているでしょうか。続いて基本性能の違いをアンツツベンチマークでテスト、スコアを比較してみたいと思います。なお最新バージョンでは温度チャートが出ないので、バージョンを 10.1.6 に落としてテストします。はい、結果が出ました。約86万1000対89万7000ということで、ほとんど同じスコアになっています。特に 9ProXL CPU スコアが落ち込んでいます。そして一番差があるのはメモリ項目です。温度上昇については 8Pro は41度オーバー、 9ProXL は40度ほぼ張り付きとなっています。
なお最新バージョン 10.3.2 では 9ProXL のスコアが 17% 以上アップしています。こちらのバージョンでは CPU スコアもアップしていて、全バージョン同様メモリスコアも伸びています。いずれにせよ2024年下半期のハイエンドと考えると、もう少しスコアが欲しいところです。続いてバッテリー持ちを PC マークを使って計測したところ、どちらも8時間30分程度と大きな違いはありませんでした。バッテリー容量はほとんど変わらないので、輝度が向上した分 9ProXL のバッテリー持ちが改善されているとも言えますし、ほぼ常時ハイリフレッシュレートでこの持ち時間であればそれほど悪くはないと思いますが、ライバルのハイエンドスマートフォンが軒並み10時間オーバーとなっていますので、このあたりやはりもう少し頑張ってほしいところです。カメラについてはインカメラの性能がアップしているほか、アウトカメラについてはそれほど大きな変更はありませんでしたが、実際に撮影すると特に動画で結構な違いを感じましたので、このあたりについては次回お届けしたいと思います。はい、ということで Pixel 9 Pro XL、 今回はスマートフォンとしての基本的な部分、使いやすさ、使い勝手をチェックしました。売りの一つでもある AI 性能等については前回の動画をチェックしてください。冒頭で触れた通り、 Google そして Pixel の持つカメラや最新の AI 機能を使いたいという方、中でも大画面スマホが良いという方に 9 Pro XL はおすすめです。アップデート保証期間が長いというのも利点だと思いますが、スマートフォンとしての基本的な部分についてはもっともっと頑張ってほしいと感じました。メモリを増強した効果は確実にあると思いますので、バッテリー持ちとやはりチップセットですね。ベンチマークスコアが全てではないと思います。ただテンサーはゲームが苦手という声もよく耳にしますので、もう少し全方位的に対応できるようにしてほしいと感じます。ピクセルシリーズが A 待ちとならないよう、中身はミドル、価格はハイエンドから中身もハイエンドを目指してほしいところです。次回以降カメラ比較とともにその他のピクセル9シリーズもチェックしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。この動画がご覧いただいた方のスマートフォン選びの一助となれば幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。